皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報今日もよろしくお願いいたします。今日は3月の29日の水曜日です。お題がこちら。 落ち日直前急騰してますということで話をしていきたいと思います今日は3指数揃ってスカッと上がりましたしかもほぼ高値で引けているような状態ですで、明日が権利落ち日今日は権利付き最終売買日ということですから、まあ、権利分配当の利回り分は下がるんじゃないかなというふうには思われますがまあ配当の再投資なんかもありますのでそこはバランスを見て考えていかなきゃいけないところではあるんですがまあここまで強いのはねちょっと怖いなというふうに思ったりはしております個別銘柄で見ますとレーザーテックソフトバンク グループ日本優先シルバーエッグ IPO 銘柄という順番でチェックしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れていきます。皆さんと一緒に株を振り返り、明日に備えていこうという番組を目指していきます。ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは今日の振り返りからやっていきましょう。日本株3指数上昇しております。日経金トピックスが続伸、マザーズが反発という流れで、いずれもですねかなり高値引きに近いトピックスは完全に高値引けという形で、 になりました日平均値上がり銘柄数ももとても多いですただそんな中では東京エレクトロン主力株だけど下がってるとかね日本郵船商船三井川崎汽船海運株配当利回り高いのに上がってないとかねまあそういったところが今日の特徴かなというふうには見ております業種別で見ても海運業のみが下げているということですからねまあでもその他はどちらかというとバリュー株配当利回り高いもの結構買われてるんじゃないかなというふうに思います売買代金上位見ていくとレーザーテックも今日は4%を超えて 出るんですねまたソフトバンクグループも大幅高ということでこの2銘柄はチェックしていきましょうそして日本優先売買代金も今日多かったですどうでしょうこのチャートも確認しておきたいと思いますけどもねであとは銀行株もそんなに上がってないですかねやっぱり需給が重たいのかなっていう感じはしておりますグロース見ていきましょうグロースは10銘柄中7銘柄が直近 IPO ということですが一番人気は相変わらずエニーカラーということになってます最近すごく人気がありますよねただやっぱりかなり IPO には吸収されてるなって感じはするんです けども今日指数としても強かったですからねえ調子がいい銘柄も多くなってきたかなっていう感じは期待したいところですそれでは個別銘柄見ていきましょうまずはレーザーテックなんですけどもレーザーテックに関しましては東海東京調査センターかな目標株価の引き上げを行ってます23,000から27,000に引き上げを行ったことによって4.27%の上昇ということになってます東京エレクトロンなんかは弱かったり半導体とかも少し弱い銘柄もありましたがレーザーテックは強いということですただ冷やしだと見ていたら も、まあ、み合い数字を抜けたわけではないですからね、まだまだこれからも警戒が続くのかなというふうに思いますので、引き続き売買代金、常に高いですから、見ていきたいと思います。で、この銘柄配当利回りが高い銘柄ではないですから、まあ、配当落ち日の影響というのも限定的だし、また、配当再投資という点では、ですねこれ、指数に組み入れられてない、日経平均には入ってないですからね、まあ、その辺の影響も限定的かなというふうに思います。続いて、ソフトバンクグループ見ていきましょう。ソフトバンクグループは今日6.18%の上昇なんですよね。 チャートはこんな形でまだ加工トレードの途中かなというふうに思いますがひとまずはギャップアップで要線をつけて上がってると久々に5000円を超えてきたと。 いう形になっております何があったかと言いますとアリババ株が大幅高しているという感じのニュースが流れておりました昨日のアメリカ市場においてアリババの ADR が14%以上ですかね上がっているということだったので、まあ、この辺がね1つ材料視されているという形になっておりますただこれも配当利回りはあまり関係なく配当前に買われたわけというわけではなくで明日の落ち日でそんなに下がるという感じではないんですがまあ、指数には入ってますからね この辺の影響をしっかりと見ておきましょう。日本優先チェックしていきたいと思います。日本優先はですね、0.91%のマイナスということになりました。結局配当落ち日まで一度もこう。 目立った上昇なくっていう形ですかねを迎えてしまったという形になりますで配当利回り年間で15.63%期末ではもうちょっと下がりますがやはり明日は配当利回り分は株価下がる可能性が高いと思いますただ信用売りも入ってますから確実にその配当利回り分全部下がるかって言ったら微妙なんですけどもただ来期以降の業績の不安なんかもありますからまあその辺も踏まえて今回はやはり買いが入りにくかった最後まで入りにくかったということなのかなという風うに思いますね冷やし ヒ見ていただくと2月28日からつけているダブルボトムがかなりまだ有効かなと思いますのでやはりこの点観点からも上値は重たそうかなというふうに見ております続いてシルバーエッグ見ていきたいと思うんですがシルバーエッグなんですけども今日ストップ高しておりますでどんな会社かということなんですけども AI を利用したウェブマーケティングのサービス開発をやっているような会社でございます業績はこんな感じなんですけども直近これ日中足なんですが今日も、ね、ストップ高してることが分かりますが冷やしャ 見ていただくとこんな感じなんですよね。すごいチャートになってきてますね。えー、すごー、三営業日前までは七百円台だったものが今千百円に近づくところ。今日のストップ高水準が千。 93円とということになったで上に乖り率が出てますけども25日線に対して42.99%乖りをしてるそれぞれの線に対して40%以上の乖りがあるということですから、まあ、かなり過熱感はあるけども今日何か材料出てますかって言ったら出てないんですよね。シンプルに多分 AI がテーマランキングでずっと1位なので、まあ、その時に結構変わりやすい銘柄なのかなと今のところは見ておりますが何、まあ、か材料出てれば確認取りたいなというふうに思っております。 最後にスミシン SBI ネット銀行今日上場ししてきましたね注目度は結構高かったんじゃないでしょうかただ、まあ、あんまりいい IPO っていう評価ではなかったですねもともとねスミシン SBI の評価で見ますと D 評価だったので、まあ、これはあんまり良くないということではあったんですが公開価格は1200円で初値が1222円でしたから、まあ、一応初値は超えたという形にはなりましたで今のところまだ初値割れは出てはいないということですからまあ好調と見ても いいいんじゃないで、しょううかちななみににスン SBI の上場市場場市市ははタンダードとということにはなっておりますで日中の値動きなんですけども、終わり1205円ということで、こちらもですね、まあ、ギリギリですが、公開価格を超えているということになりますで。あとはメジャーな銀行ということですから、上場したあとはですね、堅調な値動き期待したいところですけどもね、どんな感じになるのか、明日以降、しっかりと見ていきたいと思いますし、IPO のスケジュールを最後確認しておくと、今日が29日ですよね。明日,30日 日が2銘柄そして31日も3銘柄というふうに出てきますのでまだまだ IPO ラッシュが続くということになりそうですはいでは指数を見ていきましょう日経平均なんですけども今日はね力強い陽線をつけまして 地高スパンが明らかにぐんと超えてきたこれは明確な買いサインですねで、明日多少下がるとしても250円ぐらい下がる可能性が高いのかなというふうに見てるんですが、ま、だとしてもですね今日は360円上げてますからねかなりいい位置になるんじゃないでしょうかまあ、ひとまずは明日の動きっていうのを確認していきたいなというふうに思いますトピックス見ていきましょうトピックスも陽線高値引けですからね雲がサポートしているような形になりちょうど26日前の株価地高スパンが株価にぶつかっているような状況で RSI50 を超えてき たということですで。配当の再投資なんかも入ってくると思いますので明日がどんな感じで動いていくのかはしっかりと注目をしてみていきましょうマザーズ見ていきます。マザーズはやっぱりちょっと もうちょっともうちょっと足りないという感じでしょうか雲が抵抗するようなラインでは止まってしまったって形ですかねもう少し上げてくれれば雲の中なんですがまだ明日以降でちょっと注目をしてきて見ていきたいなというふうに思いますアメリカ株の終値ベースで冷やしちたと確認しておきたいと思いますがニューヨークダウですね昨日は陰線をつけているという形になりますまあ、素直にまだ上がるぞという感じのチャートには見えないかなと思いますねサンドピー500もですね雲の下なんですねなんでまだ上に抵抗があるかなと いった印象のチャートになりますナスタック見ていきますナスタックはなんとか雲の上を維持はできているというチャートになってますがどうでしょうあれさえ50も維持できてればねまだ強い堅調な動きを期待したいところなんですがラッセル見ていきますラッセルは要線なんですねでもマイナスになっちゃったんですよねなのでまだやっぱり様子見姿勢が強いし昨日のザラバでは地銀が売られる時間帯もありましたのでそこはまだ注意をして見ていきたいところかなというふうに思っておりますはいということで今日はですね落ち日の直前ということだったんですが が指数がねかなり上昇しましたまた引けにかけてぐーっと上がった分だけですね配当落ちの影響がどれぐらい出るのかっていうのには少し警戒が高まるかなというふうには思いますがただ今日の上昇分ともともと計算されていた配当の影響分っていうのを比べるとまあそれを差し引いても今日の上昇にお釣りが出るぐらいの上昇ですからまあそれは今後の期待につながっていくのかなというふうに見たいですよねでチャートも実際いいところまで来てますのでそこに注目をした上で確認していきたいなというふうに思っております では今日もお知らせを入れさせてください個別メ柄カのとことん分析するマガジンですが毎週金曜日更新でノートというプラットフォームを使って分析記事をアップしております最新記事は見ます半導体で今週は A バランスというその企業を分析しておりますで金曜日までに書き上げてノートにアップできればなというふうに思ってますので興味がある方は是非月額1000初月は無料になっております概要欄の URL 是非一度チェックしてみてくださいよろしくお願いします また同じプラットフォーム内でメンバーシップを始めております。メンバーシップに関しましては月額900円になっておりますので、まあ、こちらかどちらかチェックしていただければいいと思います。読める内容は全く同じになっております。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマックボタンを、また明日以降もこのような形でテクニカル分析、夕方5時目標で更新していきますので、明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。それではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。